おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。今日は4月29日金曜日です。今日はもうゴールデンウィークが始まったんですよね。なんかそんな日ですけど、どうなんだろう、皆さん出かけるんですかね。なんかね、でも出かけそうですよね。そんな感じの、外国とか行く人もいるんでしょうね。なんかやっとって感じなんですかね、わかんないですけど、なんかちょっと肌寒い感じですね、東京は。皆様いかがでしょうか。ということで始めたいと思います。また今日もちょっと午前中いろいろと人が来たりしますので、いい感じにコンパクトに行けたらいいなと思いますけど、行かないかもしれませんということです。でもすごい緑があっという間になんかもう日に日に育って、だんだんこっちのここから外の通りが見えなくなって、冬はね通る人がこういまして、朝しゃべってるとこっから見えるんですけど、これからね一気に緑の季節になりますね。ということで、今日はピアノ遊ぼうなんですけど、前回は桜とかやってたんですよ。なのにもうねこんな緑ですからね、すごい四季の移り変わりは素晴らしいっていうか、すごい、それこそねリズムですよ。リズムを刻んでてくれてみたいな、ちゃんと巡りますからねとか思ったりして、毎朝見てますけど、ここからということで、じゃあ行きたいと思います。お願いします。
わりました。ちょっと一瞬なんかピアニーノやると鼻が出るって。おはようございます。ありがとう。そんな何ですか。なんか目が覚めてマキちゃんの音源を聴ける最高の幸せとか言ってくださって、もうなんかそんなのちょっと変なのだったんですけど、ありがとうございます。もう恐縮でございます。いや別になんか今日のはなんかあれですけど、感想はないですけど、なんか今日夜やるんですけど、まだ何喋るか決めてなくて、何弾くかは決めたんですけど、なんですけどちょっと思ったのが、結局いろいろ思うんですけど、リズムって動きなんですよね。リズムっていうものはないんですよ、物体は、この世には。だから、まあ、ある意味幻想っていうか、これリズムって取り出せないんですよ。だからなんかリズムが病気になったとか言って、そこだけこう摘出とかできない、当たり前だけど。でなんかだから止まった瞬間に消えるっていうか、終わるっていうか、そういうものじゃないですか。なんか面白いもの、そういうものって結構あるんでしょうけど、世の中に。だから実体、状態だから、状態、リズムってなんかこういろんな定義があるでしょうけど、2極間をこう2つの点の間をこう行き来するとか、まあいろんなとか、回転、ずっと回転し続けてるとかだけど、状態だから それがやっぱりすごい本質っぽいっていうか、命っぽい。命だってなんで生きてるかって言ったら、いろんななんかよくわかんないけど、とりあえず動いてる間は生きてるわけじゃないですか。心臓とかが一番は、まあ心臓止まったら五輪中だと思うんだけど、でも呼吸とかいろんな各細胞のお仕事とか、みんなが動いてる間は生きてるじゃないですか。でその動いてる間は生きてて、だからそれが止まっちゃったら、それは死体なんですよ。だからリズムによって生かされてるとも言えなくも、あるいは生きてるとそこにリズムが生まれると言えなくもなくもないなとか思って、でだからやっぱりリズムっていうか、ルーティーンっていうか、回転っていうか、それってなんかすごい、なんかこの世をなんかこう支配してるっていうか、やっぱりもリズムにこう支配されてるっていうか、支配っていうと感じが悪いけど、リズムに何て言うのかな、の、まあ、乗っているとも言えなくもなくも、乗ってるというか作って、それでなんかリズムを作るってちょっと神っていうか、自分でリズムを作るって、そこに一つの世界を生み出すとか、一つの命を新しく生み出すみたいな、一発じゃないからね、リズムにするってことは永遠じゃないとしても、続くものを作るっていうか、なんていうか、だからなんか結構すごいことっていうか、で、だからその時になんか当たり前にやってるけど、なんかと思って、でなんだけど、
ちょっと微妙なまた話になっちゃうけど、なんていうのかな、機械とかコンピューターとかで、例えばじゃあ音楽だとしたら4分の3拍子とか、例えばそういうのを設定した、まあなんかそういう、ちょっと そこもちょっとね、ここでは説明しきれないけど、そういうコンピューターだとしても、そこにそこのなんていうんだろう、そこにもいくらでも隙間があるから、そこにまあ宿るんですけど神がみたいな。だからちょっとそれが非音なんていうのか、命が宿ってないっていう話ではないんだけど、まあちょっと説明として、それと人間がやるやつとのでもそれもね、コンピューターとかも扱ってんの人間だから、結局同じな、ピアノも同じ、ピアノとピアノを使うっていうのと同じなんだけど、まあちょっとそれはそれとして、まあ同じ一定のリズムでも、人間がそれをやるときに自然な欲求としてリズムのワンサイクルが揺れちゃうんですよね。揺れちゃうって、そのなんていうのかな、一つの、一リズムが、なんていうの、一つのユニットっていうか、一回転が、それは同じものがどんどん繰り返されるんだけど、その一個の中を見ると、そこに揺らぎがあるんですよ。多分何でもそうなんじゃないのかな。そこにちょっとこれ口で説だから、やっぱり弾いた方が早いっていう話になるので、まあ今日やるんですけど、そこに神が宿るんですよ。神が宿るとも言えるし、なんていうのかな、そこが気持ちがいいんですよ。だから、快感ってやっぱりなんか合ってますよっていうサインだと思うんですけど、その人がやっぱり自然に求めるとかって、音楽とかも歌とかもやっぱり何にもないっていうか、もう太古の時代からかどこからか分かんないけど、原始人が始めたんだと思うんだけど、そういうのも自然発生的に欲求として、やっぱり食欲とか睡眠欲とか、そういうのの、まあ、次っていうか、そのやっぱり自然発生的な欲求として、それを歌うとか踊るとかなんかだから始まってると思う、始まったと思うんですよね。義務でやってるものではないと思うんですよ。でそれも最初は多分生きるだけで精一杯の野生動物みたいな人類が音楽っていうのを最初にこう始めるっていうのは、楽器もないし、かろうじて言葉はあったかもしれないけど、もしかしたらその前かもしれないけど、そういうなんかメソッドとかもちろんないし、その規則もないけど、なんかその本当に野生的ななんか欲求があって、例えば落ちてた棒切れとかを拾って、でなんか地面を叩いてとか、あとそれか足を踏み鳴らしてとか、それかぐるぐる回ってとか、なんかそういうことを、これはすごいいいって思って、なんか一人の人がやり始めたかもしれないけど、みんなでやったりしたんするところが、だから最初がリズムだと思うんですよね。メロディーよりも多分わかんないけど、でも言葉ってメロディーみたいなもんだから、ね、まあどっちがどっちかわかんないけど、
という時にその生まれたリズムって誰かから教えられたり型があったりするわけではないから、型は型っていうかその 何が見本っていうかどこから生まれたかって言ったら本当にその自分の体の中のリズムだと思うんですよね。自分の持ってるリズムっていうか、それとかあとその内側と外側のリズム、そのやっぱりその例えば雨が降った後に自然に定期的に雨だれがポタッポタッポタッっていうのでもうそこでビートが始まるとか、とか鳥が鳴いてる、まあすごくすっごく複雑だけど、その何拍子とかにはまり雑にははまりにくいけど、でもそれも超高度な音、ね、リズムだしとか、そういうところの中でそこの中で調和して生きてたに生きて自然の一部として生きてたから、そこの中でリズムが生まれたわけじゃないですか。その中、そのあらゆるリズムに囲まれた中での絶対そこになんか喧嘩するリズムを出してきて気持ちいいってことはちょっとないと思うので、最初の人たちね。だからそれやっぱりそれはそのそれこそ宇宙の星の動きとかまで反映しちゃうんだと思うんですよね。何でも全てリズムに限らずっていうこと突き詰めれたらそうなっちゃうなと思って、だから何ってわけじゃないんですけど、なのでやっぱり生まれて死ぬなんですよ。1リズムが1リズムっていうか、例えば4分の3秒したら1小節が生まれて死ぬっていうか、その中になんか音一つの音も命だし、やっぱり生じて広がって死ぬっていうのもあるし、リズムも完全にそうなので、それでそれが機械的に一定ではなくて、ワンって生まれるじゃないですか。その誕生っていう出産っていうか、その時のこうグッっていう推進力みたいのが起こると一瞬こうワッて速くスピードがなってからワーって広がると、この広がるっていうことでちょっと時空を使うっていうか、その音が長い短いっていうよりは最初に生まれるっていうそういう勢いっていうのと、それから広がるっていう意味のちょっと長さみたいのがあってから、それがまた減衰してヒュッて戻る時は少し急ぎ目っていう、その緩急のテンポがあるじゃないですか、ワンサイクルに。そうするとそれにうまく乗れれば、ちゃんと死ねれば次の一泊は考えなくてもその理屈でこの曲はこういうっぽいから、ここの何拍目をこのぐらい長くしましょうとか言って、でも表面上は合うけど、そのまた次が永遠にそうやって人工的にやんなきゃなんないけど、そのちゃんと生まれて死ぬっていう波に乗れれば次の回転も当たり前のように自然なこう揺らぎがその中に入るみたいな、それがなんかそれをみんな普通にやっててるんだけど、そこですかね、その差って、その名人っていうか巨匠みたいな人のまですかね、まっていうかリズムって結構っていうか相当っていうか深いし重要なんですよね。それででもそれはなんか命とつながってるみたいなことを思いましたけど、そんな話を今日するかどうか分かりませんが、なんかリズムだからいろんなリズムをちょっといろんなって言ってもまあちょっとの時間だけど紹介っていうか、こうそれぞれにやっぱりそのだからね、人も一人一人違うけど、その人のリズムがやっぱりあって、その人のリズムに気持ちよく乗って
回転してれば楽だし、見てて美しいし心地がいいし、それからそれはそのリズムに乗って自然に螺旋で上がっていくっていうか進化していくっていう、こう個体になるから、その音楽一個一個タイプが違うけど、その曲のリズムの中、その曲が持つリズムっていうのが あるんですよねっていう感じです。そんな話を今日しようかなと思う、あって今思いましたけど、分かんないけど、そしてなんかそんな感じだから、リズムがなので、あそうだ、で昨日今頃思い出すブログに書いてたのは、結局その例えばジャズだったら、まあ、別に今日それだけじゃないけど、I got rhythmを弾くとか言った時にも、ジャズだったらスイングって言ったり、まあ、ショパンとかもやっぱり揺れがあるし、それをなんか、まあ、とか全然違うようなんだけど、全然違うんだけど、あとそのバッハとかだとすごいこう見た目はあんまり揺れてないように見えるけど、やっぱりその中に揺らぎがあるんだけど、とかその作曲家によってとかジャンルによって言い方が変わるけど、でもそれって結局なんかこう遊びの部分だなと思って、遊びがやっぱり重要、ハンドルとかペタルとか機械とかでも遊びがなかったらうまく回らないっていうか、この世がそこでいろんななんかことを吸収したり調整してるのってそこじゃないですか。でそこがなんかあの呼吸で言ったら吸ってっていうやつと吐いてっていうやつの間にどっちでもない、吸っても吐いてもいないっていう瞬間があるみたいな話って聞くし、そうだと思うけど、その時ってなんていうのかな、全てから解放されてるみたいな、無って言っちゃうとなんかあれですよね、なんかあれだけど、そういうなんかね瞬間ってあるんですよね、あるっていうか、なんかその瞬間になんかリセットするとか生まれ直すとかそんな感じだから、そこでそこが自由なんですよ。そこで自由っていうか、そこで遊べる、なんか遊びっていうか、遊べるっていうか、まあそこに神が、そこが神っていうか、なんかそんな、だからやっぱりそっちが重要なんじゃないですかね。そっちのやってない方っていうか、遊びっていうか、そこでだからない方っていうか、見えない方っていうか、起こってないところに全てがあって、それでアウンでもリズムでもわって生まれて広がってっていう、そっちはむしろそっちが幻想っていうか、そっちはもう結果っていうか、もう出ちゃって最終だから、それ出しちゃったらもう手つけられないっていうか、だからやっぱりそっちの遊びの方っていうか、なんか そっちに立脚するみたいなことなんじゃないかな。俳句の句と似ている感じがするんで、くまさんね、一つ一つの文字は意味がある、そして句になると意味がある、ちょっと深いですね。あでもそう、一応そうだったのそうです。なんか言葉とかそういう俳句の方とか、多分
もう1音だって少ないから余計、でも本当はその小説とかでもっていうか本当はっていうかプロはっていうかそうなんだと思うんですけど、あの おざなりのっていうかそのこうなんていうのかな、あの魂入ってない言葉って一語もないと思うんですよね。で、で俳句とかだと、あの一つの言葉とか人のその言葉を構成している音まで多分もう厳密にあのこう雑にどっかからこうとか、あの 無意識的にこうあの言葉をあの送ってありえないと思うんですけど、あのものすごいシビアだと思う。でそれはなんかそのなんか考え抜くとかっていうことだけではないんだけど、そのひらめくっていう意味でもものすごいこうシャープなっていうか、あのキレがいいとか、それから命が宿ってるとかみずみずしいとか、そういうなんか生きた言葉をで勝負みたいなやつだと思うんですけど、そうすると一あのあこのこの音は無意識、あこのこの言葉はあのなんていうの、気がつかなかったわみたいな、そういうのってありえないと思うんだけど、あのでその一つ一つその一つ一つのあの文字にあのなんていうの、やっぱ命を込めるっていうか、その生きてて、で一つ一つにそのちゃんとこうなんていうのかな、分かっていて気づいていて全部気づいていて、その言葉を生み出すっていうのを絶対やってると思うんです。でそれが全部その一つの俳句ってなった時に、そこから立ち上がってくるまた次のその螺旋のもう一個上の世界っていうか、それはあの一個一個の言葉がちゃんとそのあの綺麗な円になってるとか、例えば分かんないけど、あの綺麗にちゃんと生まれて響いてっていう言葉を宝石のようになってると、それが集まってまた香り立つとか、なんか知らないけど、で例えばっていうぐらい、なんか俳句だとそういうイメージがあるかもしれないけど、あの本当に音楽もそうなんですよ。だからあの全部の音があの同時に、例えばどあのなんていうのか、もう左右もちろん同時に弾くし、で左右にも何個ずつか同時に何個も鳴ってるものが動いていくじゃないですか。だけどやっぱり全部の音にあの気づいていて、その音をこういう音っていって生み出すっていう自覚があって、それでその質を上げていくっていうことは多分やってない人はいないと思うんだけど、そうやってあの一個一個の音がまず磨かれていって、それが集まってあのまたその別の次の意味が生まれてくるとかいうことはあるので、そのこの言ってらっしゃる意味は、言葉はすごい、あの今音の話になっちゃったけど、すごいあの共感するんですけど、今音の話をしたけどリズムもそうで、あの音で言うと、その1音出すっていう時に、例えば音が生まれる瞬間に、なんていうのかな、ガサッっていう雑な衝撃音が入ったら、やっぱりそうあのいろんなタイプがあるから、その打楽器的にあのそれはそれでいいんですよ、その全然違うあのがあるけど、例えばね、そうやってなんかこう宝石のようなっていう一音一音がもしあのでやっぱ一音が合うんですよね、本当に音のが分かりやすいですよね。無からこう波じゃないです、波っていうか球、無からこうで作っていって、あのあれみたい、あの新体操のリボンみたいにわーってこう音を作っていって、でそれが広がってまた消えるっていう作業を、もう一曲の中にあの何千とか何万とかぐらい音を生むみたいな感覚
でできてないけどそれを目指すと、でそれをまあちょっとでも磨くっていうことなんだと思うんですけど、でもそリズムも1リズムっていうのはあのそういう感じで、あのちゃんだからね、あのそのリズム感とかね、あのまあちょっと私もそんな言えないですけど、その昔もっと分かんなかった時とのなんか例えばでも教えたりとかしてる時とかも、なんかこうフィットしないリズムとかテンポとかそういうのってあの時にやっぱりなんかあの言うのってやっぱり一つのワンリズムをちゃんとこうやりきるっていうか、あのやっぱり今ここなんですね、今ここのリズムをちゃんとこう弾み切るとか、なんかあのそうするとそこからしかやりきったところからしかあの次が出てこなくて、それをちゃんとやりきれると、あの頭で考えたり、私はリズム感がないんですとか、先生はどういうかなとか、あの見本はどうかなとかじゃなく、本当に今ここでちゃんと1リズム1サイクルやると、なんていうか、そんな 0. だから1秒以下の話だけど、1個弾くとちゃんと弾き切ると、絶妙なベストの次の瞬間今だっていうのをちゃんと体が欲求するっていうか、その連動するっていうか、あのその1個引いたその1個前が次を教えてくれるっていうかなるんですよね。でそれでまあそれがそうすると勝手に、まあ、ある意味こううねりみたいなのが生まれてくるとか、そう言ってるだけでできてないですけど、だから本当一つ一つと全体って連動してますよねとか思いますけど、でその中でもあの全体的に一回こうあの一定ってわけじゃないから、そのね、例えば毎日こう回ってて、そして人生の中でもこう少しこう緩やかな時とかすっごい激しくなるとか、そういうのもねあったりするみたいに、 曲はまあだから1音が1日で1曲が人生って感じもあるかもしれないし、そんな感じ、フラクタルですね、なんかね、とか、ありがとうございますくまさんコメント、そんな感じで、ちょっとわかんないんですけど、なんかやってみようかなと思いますけど、なんかということです。なのでちょっと切り口がね違ったから、なんかまあ面白いですけど、そういえば今までのとはちょっと違いますよね、リズムって言っちゃうと。でもまあ曲はあれなんで、またでもそのメインにした曲がめっちゃ弾きにくいっていうあれなんで、届かないっていうやつなんで、まあちょっと、それもそれなんですけど、あの、まあ、面白いくなるといいなと思ってますということでした。なので、もしあの録画しますし、あのもしよかったらあの夜あのお待ちしてますっていうか、お待ちしてます。あのまあね、なんかハプニングも面白いと思うのでということで、まあたまにね録画できない時があるんですけど、まあそしたで考えますけど、そんな感じですね。ちょっとまた後日、まあ、そんなことは考えない方がいいですね。ということで、ありがとうございます。では終わりたいと思います。今日は4月29日金曜日、今日が素敵な一日でありますように。であの今日夜9時からあのピアノを遊ぼうがありまして、でまた明日の朝にお会いしましょうということです。ありがとうございました。失礼します。ではまた明日の朝に、ありがとうございます。